世界は今、ジェトログローバルアイ。世界のイノベーションを牽引する国の一つアメリカで今注目されているのがテキサス州です。テキサス州にある産業の集積や豊富な人材を活用し、さらなる事業の拡大を目指す日本企業を取材しました。テキサス州ヒューストン、アメリカ最大の石油ガス産業の集積地だ。エネルギー関係の大手企業がイノベーションを牽引してきたが、今後ヒューストン市では幅広い分野で先端技術を育成しようと取り組んでいる。ダウンタウンの近くにあるアイオン。大企業ではなく若い世代主導のイノベーションを目指すインキュベーション施設だ。地域の学生や起業家など誰でも利用できる施策のための工場やコワークスペースなどがある。地元ライス大学などの教育機関やベンチャーキャピタルとも提携している。さらに環境技術に特化した施策の施設も。グリーンタウンラブズ。北米各地で脱炭素化や持続可能なエネルギー開発などの技術の育成に取り組む中、2年前にヒューストン市にも拠点を設けた。すでに100社以上がスポンサーとなり、エネルギー開発から IT まで幅広い産業と提携している。そして今、新たな技術を求める日本企業もヒューストン市のイノベーションの育成にも関わろうとしている。日本企業の進出を歓迎する地元経済界のトップは。 In just the last decade, the trade between Houston and Japan has more than doubled. And what's wonderful about Japan in part is the fact that you bring great technology. こうした中、ジェトロではヒューストンなどテキサス州のテクノロジーの動向を知るため調査ミッションを主催した。情報通信技術の大手 NTT データ。2022年にテキサス州に新たなイノベーションのための研究開発拠点を設けた。先進的な技術を求める企業が進出するメリットについて、長年アメリカ市場に取り組む鈴木さんは。テキサスに、進出した、理由が大きく3つありまして、1つ目が、クライアント、2つ目がコミュニティ、そして3つ目が、タレント。製造業など20社以上が参加する中、熱心に話を聞く男性の姿が。京都府宇治市に本社があるヒルトップの山口さん。京都のものづくり企業でアルミの加工を行っている。大手企業やスタートアップ向けに新製品の試作製造を行っていて、1ヶ月で4000種類以上の試作を手掛ける。製造業が盛んなアメリカでもこうした試作のニーズをつかもうと2014年にカリフォルニア州に進出したが、今後産業集積が進むテキサス州でもビジネスを拡大しようとこのミッションに参加した。我々試作の分野に特化した会社ですので、そういったニーズがどこまであるかなっていうのと、またそれ以外にも我々がご協力できる分野がどれほどあるだろうかというところのヒアリング等ができたらいいなと思います。今回のミッションで訪れた企業の一つ、東京エレクトロン。テキサス州にアメリカの統括拠点の本社を設け、傘下の企業で半導体製造装置の研究開発、製造、顧客サービスなどを行っている。オースティンには1980年代から続く半導体産業の集積があり、有名大学もキャンパスを構える。さらに近年、電気自動車の新興企業
テスラなども進出し、優秀な人材の集積地となっているという。Well, we're honored to be headquartered in Austin, Texas, which has a great source of talent with the University of Texas. The whole semiconductor ecosystem can come through this area. しかし、コロナ禍などのさまざまな変化の中で、人材を確保し、維持することは容易ではない。それでも、競争力を保つためには、優秀な人材を引き止め、信頼関係を築くことが重要になると、スミス会長は話す。Some of our customers in our industry is going through adjustments. That's not part of our culture, both in Japan and here in the United States. And so that creates a loyalty and a work environment. こうした中、顧客のニーズをいち早くキャッチし、ビジネスチャンスをつかもうとする日本企業がある。情報通信やデジタル技術の大手 NEC。空港での出入国ゲートのシステム開発でアメリカや世界でトップシェアを誇る。最近ではサッカースタジアムで顔認証でサポーターを認識できるサービスも手掛ける。一方でテキサス州では地元の生活環境や治安維持に力を入れる自治体が多いことから、コミュニティの課題を把握し、そのニーズにいち早く対応することで新たなビジネスにつなげようとしている。And then that's a natural way for us to include our technology to the police department, for instance. And so I will talk about our facial recognition, which is state of the art, second to none in the world. Our local police department uses that technology to help solve crime here.高い技術力と市場シェアを持つ企業であっても、なぜこうした工夫が必要なのか。ミッションを通じて NEC を訪問した山口さんは、池野社長に疑問をぶつけてみた。昔はなんかいい技術があったらそれで5年食っていける、10年食っていけるんですけど、ご存知のようにテクノロジーってもう1年経ったらキャッチアップされますという話なんで、北米は世界最大最先端のマーケットいうことなんで、やっぱり一番厳しい要求だとか一番新しいものを考えて、お客さんと一緒にあるいはコミュニティと一緒に価値を作る。で、これがやっぱりそのテクノロジーの本当の意味なことなんですね。技術競争が激化する中、顧客ニーズへの対応を追求することで事業成長を目指す NEC。 アメリカの市場でこうした日系企業が活躍していることは、山口さんにも大いに刺激となったようだ。テキサス州内の産業育成を牽引するキーパーソン、アボット州知事も、こうした日本企業の成功事例を通じて、日本とアメリカ双方の企業が成長することを期待しているという。We learn a lot from the way the Japanese businesses have been successful.We employ some of those strategies here in Texas. So we're growing fast, but that is in part because of our relationship with Japan. And I look forward to working with you to continue that and to expand it in both Japan and in Texas. ミッションへの参加を終えた山口さん。テキサス州でのビジネス展開は、多様なニーズをいち早く把握し、新たな施策開発に取り組んでいきたいと。今後への意欲を見せていた。いろんなニーズがそこら中にあると思ってます。逆に言うと我々がどこまで応えられるかっていうところがお客さんと近いところ、よりお客さんの開発上流に近いところ、そういったところに我々もそばにいて、そういったニーズをヒアリングしながらお応えするっていうのが、非常に大事になってくるというふうには思います。半導体からデジタル技術まで、テキサス州で発展を遂げる先端産業。ビジネス成功のコツは、技術的な優位性だけでなく、優秀な人材の確保とニーズの把握の徹底にあるようだ。